それは、第一コリントの3章を開いてください。第一コリントの3章を開いてください。聖書通読ですね、前回は第二コリントの2章を行いました。そして、3章ですね、今日の午後は午後礼拝ないので、来週ですね、1節ずつ、3章を見ていきますが、つまり、今朝と、そして来週の午前礼拝で、3章のところの一部を取ってですね、お話をしていきたいと思います。で、今朝は5節に注目します。3章の5節です。何かを自分で成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです、ということですけれども、これだけ読んだらね、ちょっとわからないと思いますので、このコリントのこの第二の手紙のですね、この背景とまた流れをですね、お話ししていきたいと思います。コリントの人たちから、一部からですね、本当に彼は使徒なのかと、この神に立てられた指導者なのかということを疑われているような状況にありました。で、偽教師、偽使徒たちがいて、この人たちはですね、本当に厄介なんですよ。コリントの教会、パウロ建てたじゃないですか。建て上げてね、開拓したですけども、彼らは、その既存のパウロが建て上げたところに行ってですね、そして、この自分の、なんていうかな、自分にフォロワーを作る、今の言葉で言うと、ですね。で、そういうことをやってた。だから、パウロが言ってることを否定しることによって、自分の、英語で言うとクレディビリティだから、評価を上げていくっていうですね、いうことをこう行って、いくわけなんですよ。これね、教会の中でね、これね、実はあるんですよね。教会は福音を伝えてですね、まだイエス様を知らない人に、イエス様が私たちの罪のために死んでくださるほど神が愛してくださって、3日目によみがえってくださり、私たちに信じる者に命を与えてくださる。これをですね、まだイエス様を信じてない人たちに伝えていくわけですけれども、しかしですね、クリスチャン、すでにイエス様を信じている人たちをターゲットにしていくわけですよ。で、ターゲットにしていって、で、自分たちこそが本当の教会だと。自分たちこそが本物なんだと。いうことを言って、この動きがあって、これは本当に警戒しなければいけない。まさにこのパウロが被害を受けて、いる状況と同じなんですね。で、そこでですね、パウロはのに対する信頼が揺るがされているんですね、今、コリントの人たちの中で。で、彼は自分が神によって立てられた使徒である、指導者である、このキリストイエスの権威を与えられている。この指導者であることを弁明せざるを得なかったんです。で、これすごい嫌な、ところですよ。よくわかります。でも、そうしないと、この教会自体が、イエス様の建てられている権威自体が壊されていきますから、自分で自分のことをですね、弁明していくっていうのは本当にこう、弁解しているように見えて、嫌なものですよね。で、しかしですね、ここで、続けて、だから自分のためというよりも、このキリストのためであるし、また彼らのためにですね、信頼関係を戻さなければいけない。ということで、今ここで、自分が弁明をしていくんですね。いかに使徒であるかということを弁明していくわけですけども、しかし、そこで大事な点がはっきりと言ってるんですね。私自身のうちにはないよ、そういう資格はっていうことなんです。私たち使徒である、この私たちのうちにはそんな資格は全くないよ。けれども、全部神から来ている資格なんですよ、ということを話しているんですね。このコリントの手紙、第二の手紙は非常に個人的な手紙になるので、皆さん読まれ、ぜひ読んでくださいね、これね。読まれるとですね、なんちゅうか、こう、きちんとした教えっていうよりも、こうなんか彼が打ち明けてる感じでずっと話が進みますので、話がなんかどんどん飛んでいくみたいに見えるんですよ。なんですけれども、そこからですね、このパウロは弁明してるんですが、しかしですね、そこから、
なんていうのかな、キリスト者として生きていく、イエス様を信じて生きていくって一体何なのかという知恵が与えられます。で、その知恵の一つが、大きな一つが、自分自身にはないんですね、資格は。その資格は神から来るんだというところにある知恵なんです。で、これすごい本当にもうシンプルで、もこれさえ分かればもう今日もちょっともう通してね、はい終わりますってね、もうまだ11時10分なんだけど、で終わっても構わないです。で、ケムもここで、まあしばしば私話しますが、日本語でね、クリスチャンって言うじゃないですか、キリスト者ね。でね、勘違いするんですよ。良い人間になるんだって。ね。模範生になるんだって。で、それで、クルシチャンになっちゃうんです。ね、なんかちょっと親父ギャグんですけども、苦しい生活になってしまうわけなんです。そうではないよっていうことをじっくりと今日は見ていきます。このことをパウロが話した背景が、2章でまさに前回の学びですね、キリストの凱旋の行列のところで見ることができます。2章の14節ですが、神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいますということで、これをじっくりとこの前見てきましたが、これだけ見るとなかなかわからないけれども、古代ローマの、まあ、映画とかですね、皆さんご覧になるといいと思うんですね。ベンハーを見たことのある方、手を挙げてみてください。はい、見てない方はぜひ見てくださいですね。お休みの日にですね、昔の映画っていうのは長いんですよね。私アラビアのローレンスが大好きなんですけども、長いね。で、ベンハーも長いんですよ。で、休憩時間がありますから休憩ですかで途中で入るんですよね。でですね、もう本当に何度何度見ても味わい深い映画です。そして、このイスラエル旅行行った時にガイドさんが説明してくれましたが、あそこで一番このなんかね、思い出すこのシーンってあるじゃないですか。そうするとね、ほら元友人のさ、馬でね、馬引いてもらって戦車で競争するじゃないですか。あそこら辺はイスラエルの考古学者に言わせるとですね、もう本当に正確なんですって。だからもう徹底的に調べて、このやってますから、もう皆さんに本当におすすめします。でね、何話そうとしたんだっけかそう今話がずれまくったから、ローマの凱旋式の、場面も出てくるんですよ。で、これベンハーと一緒にこう歩いてる、こう行ってるんですけども、これ白い馬が4頭のこの戦車ですね、引かれて、でそこでローマの将軍がいて、まあ、それで凱旋式で行列を組むんですよね。で、そこに、そこに出てきたかな、捕虜もいるんですね。こう、その将軍が、まあ、いわゆる征服したところ、やっつけることができた、その者たちを引っ張ってきて、まあ、彼らにとっても悲惨ですよ。もう、公開処刑になるか、まあ、殴り者にされるか、わかんないですけど、そういう運命、定めにあるんですが、まあ、いわゆる分取り者として、そういう者たちを引き連れてくるわけです。で、パウロは、非常に、不思議な、これ当てはめ方をするんです。この将軍がキリストであると、キリストが霊的なこの勢力をですね、全部打ち滅ぼしてですね、この悪い勢力、悪霊とか悪魔ですね、をその打ち滅ぼして十字架につけられて蘇ったんだとですね、ということなんです。ね、あんまりこの霊の話をすると日本だとスピリチュアル系か、ね、あとはオカルト系かしかないんですけれども、なんていうかな、古代の、ね、歴史をこう興味ある人はね、映画とか興味ある人は分かると思うんですけれども、なんていうのかな、もう本当にね、今はね、唯物論なんですよ。その物質の世界しかないって見てるもんですね。でもね、日本の人って結構そこら辺がすごくいいと、良くも悪くもこう持ってて、こう全てに神を感じるっていう感じかな。ね、で、それが、ほら、なんか、何だかの神様、何だかの神様。こっちは、まあ、私たちの信仰では、それは、偶像礼拝なんだけれども。けれどもですね、古代の人たちは、やはり、この、すべてのところに、この神が関わっておられるという、まあ、健全な見方をしていたんですね。
で事実そうですね、物だけじゃないですよですね、この目に見えない世界があって、で十字架と復活によってイエス様がそこにおいて悪い勢力が人間を痛めつけているというものを全部武装解除したっていうのが殺最初に書いてあります。そして彼らを引き連れているというような言い方をしているんだけど、不思議なことにパウロはもう一つ自分たちも捕虜なんだということも第一コリントで話してるんですね。ここが不思議なんです。非常に不思議。でもこれはパウロは本当に何て言うかな、キリスト者としての生活を本当に本質をね表している部分があるんです。私はね、異端の教会に行っちゃったことあるんですね、カルト的なね。まあ、知ってる人はもう、うちの教会の人たちは知ってますけれども、そこはねかっこいいんだよ。有名大学卒業がねもうほぼ 90%、うん、でね、お医者さんがいたり弁護士がいたりさ、でね、まあ1ヶ月後に出たんですけど、私はだけど教会に戻るとですね、なんか問題あるなって思う人がいるわけね。だけど僕はクリスチャンになるときに、あ、俺教会行けるわって思ったの。それなんかね、この人ね、普通の一般社会でも問題あるなってこう感じるような人がいる。でもこの人もイエス様に捕らえられてるんだって。でこのなんていうかな、しょぼいんだよ、簡単に言うと。かっこ悪いんだよ。なんか一般の社会でもちょっとっていうでなんだけどすごいんだよね。でこのね、なんとも言えない、しょぼいんだけどすごいんだよ。で自分じゃないっていうのが分かるんです。自分が演じているように自分たちがいるようで、実は自分たちが主役では全然なくて、イエス様がこういう人たちを捉えて愛してくださっている、そのイエス様が活躍している場なんだってことがだんだんじわ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 分かってくるわけだ。でパウロは自分で福音宣教、イエス様を伝えていく働きをしていくときに、彼だけ見るとちょっと惨めなんだよね。惨めで、そしてしかもこの殺されかけるっていうことを何度も何度も通っていって、まあ、彼は実際にネロによって死刑になるんですけれども、で死刑になっていく人たちっていうのもほとんど全員が死刑になっていくっていうか、拷問になったりいろんなことあって、わずかに残った12人だったらヨハネみたいな、わずかたった一人彼が残ったわけですけれども、それでも彼も島流しになってパトモス島にいたんだよね。だけどそういうことなんだけど、しかしですね、神様が人を生かしていく働きっていうのがもう彼らを通してガンガンに起こっていくという、このアンバランス、バランスのなさ、これが、このクリスチャンの世界というか、イエス・キリストを信じていく者たちの世界なんだということを教えて、それをこの凱旋式に当てはめて、結局自分は捕虜みたいになってるんだけど、よく見るとみんなに歓声を浴びてさ、うわーってこうやってもらってるわけじゃないですね。で、すげえなーって。これすごい。俺何にも、俺じゃねえよって。いや、俺ちょっと悲惨なんだけど。だけど周り見るともう本当にすごいと。で、これがね、個人生活でも言えるかもしれない。例えばですね、これ、チャックが話した話なんですけども、彼が証を聞いたんですね。これアメリカの話だからちょっと難しいかもしれませんが、アメリカって家の前にこう芝が入ってるわけですよ。芝生になってる。だからしょっちゅう芝刈りしないとダメなんですよね。で芝刈りするじゃないですか。で、ちょうどゴルフ場のなんかパタ、ボーボーになったのこれやんなきゃいけないから、こうやってたんですって、兄弟がね、イエス様信じたら。やってたらね、なんかね、違うこと考えてね、こう木にね、頭ぶつけちゃって血が出るぐらいだったんだって。で、彼はね、その時に自分で気づいて、アメリカ英語で、アメリカ人って、日本語って、罵り言葉って少ないんだけど、英語っていろいろあるんですよ。ハリウッドで聞くような言葉って結構やばい言葉があったり、あとは、ピーって音が鳴ったりするんだよね。皆さん見たことありますか？なんかそういうやばい言葉を言うと、ピーってこうやってなって消すんですよ、ちゃんと。で、それをね、もうその人は、もうしょっちゅう言って出したと。ところが、
ぶつかった時に、これやらクソ、バカだ、うわーとかって、そういう言わないでいたと言って、奥さんとか言って、俺言わなかったよってこう言ったら、あなた何言ってんの、もうずっと前から言ってないわよってこう言ったら、わかりました。本人が自分が変わったことに気づいてないんです。いい意味で。これが恵みなんです。これが、この自分は、なんだか変わってないなって思っていながらにして、周りの人が見たら、ましてやイエス様ご自身が見たら、もう変えてくださっているんだということなんです。で、徹底的に知らなければいけないのは、私たちには資格がないということなんです。で、これを資格がないところを資格があるように頑張るところに、あのね、それやってったらね、クリスチャンにならない方がいいです。惨めだから。イエス様が十字架につけられた意味がなくなります。蘇られた意味がなくなります。なんですね。で、そこでパウロは自分が福音宣教を行っている間に、このキリストの知識を、この放っている、香りを放っているって話をします。なぜかというと、凱旋式で、その凱旋するときに香りを放つわけじゃないですか。この香を焚くんですね。ローマの神々に焚く香なんですけども、ここでは誠の神様に。たかれる子ですよね。で、救われる者にとっては、イエス様を信じていく者たちが救われていくっていうのは命に至る香りだけれども、死に至る香りもあると。だ、信じない者にははっきりとこの人はもう滅びてしまうっていう風になってしまうっていう厳しい面もね、あるわけなんですよ。で、これどっちもあって、これどっちも、いや、こっちの人たちも全部とかってやったら、これが偽教師になっていくっていう話をね、この前しました。全ての人に受け入れられるものなんてないです。いや、もちろん神様は全ての人が救われてほしいと願っておられますが、このイエス様ご自身がですね、この4つの種類の土の例えで、道端に落ちた種とか、茨の中に落ちた種とか、岩地に落ちた種とか、お話になったように、全ての人が受け入れるわけではないってことははっきりしてるんですですね。で、そこでパウロが叫ぶんです。見てください、16節です。2章のこの、これですよ。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰なのでしょうか。このふさわしいというのが資格って訳すことができます。というか、同じギリシャ語が使われています。訳し方が変えているだけで、資格、このような資格は、誰かこの務めを得る資格は、持ってるんでしょ、いるんでしょうかってね、こう。自分の働きによって、その一人一人の永遠の定めが決まってってしまうわけでしょ。永遠の命か、永遠の滅びかって。こんな恐れ多い、この資格を持ってる人は、務めにふさわしい人は誰かいるのかってこう言ったんです。で、ここから続いてるんですね。私たち自身には全くないですよ、っていうことを、ここで話して、います。キリスト者の定義をお話ししますと、キリストに結ばれているものです。キリストのように生きるものですけれども、それは結ばれているから生きているんだと。だから結婚式にも例えられて、ローマの7章かな、キリストに結ばれたものとなったんだ。いわゆる結婚の婚ですね、結ばれたものになったんだ。これが定義なんですね。なので、自分自身がどうかっていうことじゃなくて、自分がどこにつながってるかが大事なんですよ。自分自身には何も良いものがないということを示すために、イエス様は弟子たちにブドウの木の例えをお語りになりました。ヨハネの15章の4節5節で、私にとどまりなさい、私はあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、と言ってるんですが、枝なんですね。
私たちが。あの、ブドウってご覧になった方います？この、あの、ブドウの実じゃないですよ。ブドウの木自体を。ご覧になったことあります？ああ、うなずいてますね。枝って超細いよね。細いのに、めちゃめちゃたまにね、この豊かな実を結ぶわけじゃないですか、ブドウの。で、イエス様は私たちが枝なんだって言ってるんですね。だからもう、枝そのものには価値がないんですよ。枝が独立していたら、ただ火に焼かれるだけの燃料にしかならないとイエス様はここでお語りになっています。そこには何も良いものがない。で、枝が枝である、本当にすごいところは繋がっているということです。幹に。イエス様は私が幹であって、木であって、あなた方は枝です。繋がっているからとどまりなさいというところに、この最も大事な部分があって、枝はないんですよ。で、これがね、あの、キリスト者に対してサタン、さっき霊的な存在がいるって言いましたけども、本当にサタンが、あの、巧妙に仕掛けてくる。こう、得意としている分野。まあ、いろいろあるんだけども、あの、サタンってのは混乱を呼び起こす。あとは不安を呼び起こす。でね、罪の責めっていうのがあります。で、これがね、この、本当に身近に起こってますからね、説明しますよ、じっくりと。クリスチャンになったら、何か自分が良くなると、改善されると、これ、正しいようで、めちゃめちゃ間違っています。危険でさえあります。なぜかサタンが、そういう誘惑をエヴァに行って、自分、キリストなしで良くなることなんてないんですね。枝が枝より良くなることはないんです。もともと人間が作られた時には神の形に作られたとありますけれども、神と一緒にいるから、生きてるんですよ。でもサタンは神なしで神のようになれるんだよと言ったわけなんです。だから私が良くなってない、改善してない、自分ばっかりを見つめて自意識の中にいるときにですね、いやお前がね良くする方法あるからねってサタンは囁いてくるんですよ。偽物だけどね、囁いてきて、例えば、なんだろう、自分を良くするプログラムとかさ、なんかわかんないよ、自己啓発みたいなの、わかんないけど、こう、一生懸命何か、やっていくように、こう、どんどん努力して、結局そこで罪意識がどんどん出ていくだけなんだよね。もっともっとこう、解決してないんですよ。で、そういうプログラムを受けた人に僕、会ったことありますけれども、表面的にはとっても明るいんですよ。でも、暗さを持ってるんです。なぜかって言ったら、それはね、そこ、その自分をいじくってるだけだからなんです。ないんですよ、そこに命が。非常に危険です。で、こういうふうにクリスチャンを間違うときがある。じゃあ、私の目的は、結局救いの完成っていうのは完全になることだねって。あ、だったらイエス様いらないじゃんってね、言わないよ。言わないけどね、もうそういう結論に至るように、話が持っていかれるとき非常に危険です。だったら、私よく話しますけど、新天新地でね。だから、つまり、黙示録の一番最後。みんながもう本当に、その悪は全部取り除かれているところで、イエス様のは何て呼ばれてますか？皆さん。あの、21章で。あの、黙示録の。イエス様は、子羊って呼ばれてるんですよ。イエス様の傷は残ってるんですよ。イエス様の釘の跡は残ってるんですよ。イエス様が刺された脇腹は残ってるんですよ。なんでか。天国に行っても、新天新地でも、エルサレムでも、イエス様が必要なんです。罪の許しを思い起こすことが必要なんです。癒しがいつも与えられる、この、命の木からね、この、出てくるこの歯によって私たちは癒されていくっていう。癒しが必要なんです。ちょ、完璧じゃないじゃん。ずっとイエス様によって慰めを、永遠の慰めを受け続けるのが天国の姿なんですよ。イエス様に結びつくこと、イエス様と神と一つになること、ここが今の現代の時代でサタンが働いて孤独の時代にさせてるんですよ。人間は一人でやっていける個人主義で、私の自分の感じてることが全てなんだと教えるんですよ。そんなことないじゃないですか。
50キロのね、この、制限速度のところで、いや、これは私は70キロが正しいと思う。もちろんね、70キロで走ったこれ全体の流れを見て走るわけだけど、そういう話をしてるんじゃなくて、70キロが正しいと思ってるから70キロでなんだって、30キロ、もう混乱ですよ。で、そうやってサタンは混乱を呼び起こして、絶対なんていうものはない。真理なんていうものはない。みんな相対なんだってこう教えるわけですよ。で、その結果として、孤独になるんです。孤独死とか。そして今度は日本はどういう出方をしてるかって言ったら、サタンが何を当てるか。物体と結婚をするとか、アニメのキャラと結婚をするとか、AI の牧師とか、お坊さんだよ。お坊さんがいるんですよ、AI で。ロボットだよ、ロボット。どんどんこう孤独にさせていく。で、それは当たり前ですよ。サタンが、お前の世界が真理なんだよ。お前がそれで良くなっていくんだよ。そうじゃないです。神が作られた時は、人を作りになった時は、一つになる、一つでいるという交わり、この結びつきなんですよ。結びつきによって私たちは、こっちが本物で、キリスト者というのはキリストに結ばれている、十字架に共につけられて、イエス様がよみがえり、共によみがえったんだ。そしてイエス様が来られたら全て変えてキリストに似たものになるっていうのは、それは完全にその享受するんですね。このイエス様との交わりを享受する、この楽しむという、これが本質になっているんですね。なんか結構原稿に書いてはなくて言ってるから待ってくださいねそうそして原稿に戻ります。でね、あくまでも枝だから、僕ちょっと過激なことを言いますね。私ね、本当にね、もうどうしようもなくて、きちんとやってないんです。ああ、ダメです。で、謙虚なように見えるじゃん。で、僕過激なことを言います。アドバイス励ましよ。どうしようもない、いいじゃん、じゃあどうしようもなくて分かってなかったの、何言ってんの、諦めましょう。あなたはキリストともに十字架につけられたって言ってるんです。あなたは死んだんですって聖書に書いてあるんです死んだ人を起こしてどうすんの、楽になるよ、死んだって分かったら。キリストにあって新しく作られた、死んだから初めて復活の命を本当に知ることができるんですよ。これ同時進行なんですよ。死んだものを生かそうとしないでください。死んだものは死んだものとしてください。どうしようもない、どうしようもなくていいじゃん。だからイエス様が十字架につけられて、そのままの惨めなあなたを受け入れておられるんですよ。十字架から卒業しないでください。あ、十字架もう聞いたから、はい、終わりました、これから私はいい人間になってきます。これ異端です、異端。異端っていうのは誤った教え。子供のままでいるんですよ。つまりイエス様にすがって、イエス様と一緒に生きてって、イエス様を喜んで、イエス様がどれほど自分を恵んで愛してくださってるのかをどんどん知ってって永遠に知っていくっていうのがクリスチャンの定義です。恵みなんです、恵み。つながってるってことが大事 でパウロはね、この葛藤をローマ人への手紙で私じっくり学びましたが、7章でね、なんて私は惨めな人間だってこう言ってるんです。自分を、死んだ自分を生かそうとした瞬間に原理が働いてるっていうのは、ちょうどあの空気の中に原理あるじゃない、あのこの私たちのこの目に見えない、あの重力の法則もあるし、空気力学もあるし、いろんなのが働いてるでしょ、ここに。と同じように、自分が自分を生かそうと思った瞬間に罪の原理が肉に働いて、これでね、がんじがらめになってる。いつもやるけども、短いね、あの足りない髪の毛でいつもやりますが、昔はこういうなんかクワッとできたんだけども今はできないんですが、こういう状態になっちゃうんです。自分を良くしようとすると無理だよね、持ち上がらないんです。他の人にやってもらわないとダメなんです。自分を持ち上げてもらうレスキュー隊がいて、そして引っ張って上に上がるしかないんです。
な、だから自分で自分をやろうとすると、どん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 自分をどんどん罪を犯していくようになります。でそれで自分は惨めな人間で、誰がこの体から救ってくれるだろうって、今まではね、ずっとローマの7章では私は善を行おうとしても悪を行っている、で憎んでる悪を行っているって言っても、私は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 、これを言い換えたら、今の人間のこと、あの現代の言葉で言い換えたら自意識ですよ。自意識過剰っていう言葉は、人間的に言うとね、言葉あるじゃないですか。私は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 、聖書の定義、高慢の聖書の定義はこれなんです。で興味深いことに、日本語は私はダメと言ったら謙虚に聞こえるわけです。聖書の定義は高慢なんです。まあ人間的に言うと、劣等感は優越感の裏返しってよく言うじゃないですか。ですね。なんでかっていうと、あ、そうだね。なんでかって言ったら、ダメだって言ってることは、良くなるっていうこと、期待をまだしてるからで、ね。良くなったらいいのかって。ね。いうことなんですね。で、パウロはですね、それで、自分のうちには全く資格がないっていうのを知ってる。失格なんだっていうのを知ってるんです。なので、第一コリントの15章の9節で、私は使徒の中では最も小さいものであると。なんでかっていうと、神の教会を迫害してたんです。神の教会を迫害してました。テロリストだったんです。ユダヤ教版の。で、使徒と呼ばれるに値しないものですと。しかし、神の恵みによって私は今の私になりましたってこう言ってるんですね。恵みによって今の私で、で、多くの働きを他の人たちよりもしたんだと。しかし働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですがと、こう言っていて、自分は他の人たちも本当に客観的に多く働いてるんですね、彼ね。ペテロとかヨハネ以上にね。もう広範囲に。で、あと手紙見たら、もうパウロの手紙がもう半分以上でしょ。ね。新約聖書。ですから、すいません、福音書を除いてね、手紙だけ見たら、パウロの手紙がもう圧倒的に多いわけですけれども、しかしですね、恵みなんだっていうのは自分がしてないよってこう言うんですよ。エペソの2章の8節9節、有名な言葉です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。神の恵みのゆえに私たちを救われたのは、私たちが行いを誇ることのないようにするためだと言ってます。で、この誇るという言葉、日本語で聞くと、俺はできるぜ、威張ってるとか、優越感に浸ってるとか、だけどさっき言いましたように、自分ができるかどうかという尺度の中で生きていることが誇っていることになってます。できませんって言ってるのは、いつか頑張ればできるっていうことを裏返すと言ってるわけですから。でもこれに対して、死んでいますということなんですね。で、ではどう見ていくかで、神から与えられる、私たちの資格は神から与えられる、ここは次に大事なの。今1点目話しましたよ、自分自身にはもう資格はないと。次に、資格は神から来るんだというところをお話をしていきます。パウロがテモテに対して私が罪人の頭だって言ったところがあるんですね。第一テモテの一章で、まあ、それは神の教会迫害したからって、まあ、さっきと同じことを言ってるんですが、しかしこう言ってるんです。一章の12節で、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めて、この務めに任命してくださったからです。私のことを忠実なものと認めてくれたっていうんですね。で、任命してくれたと。ここで読み間違ってはいけないのは、忠実なもの、もう私は本当に神様に忠実にやってきましたと。だから
お前は忠実なものとなったなって認めてくれたって意味ではありません。ここでは認めるはみなすというあの信仰によって義とみなすと同じです。つまりすごいのはパウロがまだ何の働きもしていないのに、むしろ元テロリストなのにですね、罪人の頭だってパウロは言ってよく、元テロリストなのにお前は忠実なものだと認めるっていうことなんですね。まだやってないのに。神の働きのすごいのはここで、十二弟子を選ばれた時もイスカリオテのユダ、あの裏切るイスカリオテのユダを除いては忠実なものと初めから認められた、これを恵みと言います。神は最初から終わりまで全てを知っておられる方で、そして恵みによって選び任じてくださるということなんですね。だからなんていうのかな、キリスト、今使徒たちだけではなくてキリスト者として生きるように召されたのであれば、すべての人が恵みで選ばれていて、このイエス様を信じるすべての人ですよ、恵みで選ばれていて、自分が自分で思っているのは本当に当てにならないです。当てにならない、まあクズぐらいに考えていいですよ。もう本当にクズぐらいに考えていた方が楽です、クリスチャン生活、ね、でそれ以上落ち込むことないから。でそこで自分の焦点を主が命じられたことに集中するんです。でその命じられていることって重荷にはならないんです。重荷にはならない、その大変だっていうんじゃないんです。自分が分かってないのに命じられていることを行っていったら神様は大いに用いてくださいます。で、まあ、前回から学んでいるように、自分が負い目に感じているところで、むしろ弱さを覚えているところで主により頼んでいるので、主が用いてくださっていくんですね。でここでね、必要なのが信仰なんですよ。信仰、信仰なんです。その自分が死んでいるとか、本当にダメ、本当に価値がないって分かっている時にこそ御霊が働いてくださって、そして復活の命による原理が働いてね、いくんだけども、そこで大事なのは信じることなんです。二人の人物のことをお話ししますと、一人目がヒゼキヤですね。ユダの王ヒゼキヤですが、まあ、彼は本当に肉がそがれる思いをしました。何かって言ったら、自分が治めている国、ユダという国のところに、もう巨大なアッシリアがこうやってきている、まあ、感じなんですよ。ですね。で今、ロシアがウクライナ侵攻の話は出てますけれども、まあ、状況はもっとひどくてですね、もうすでに、ウクライナの街をもうどんどん展開して、キエフのみが残ってるみたいな感じですね。今の、わかりやすく話すと今のニュースにね。もうエルサレムだけは残ってしまったわけなんです。そして、もう本当にだから、熊の中に、口の中に、入っている羊みたいな、そんくらい恐ろしい状況の中なんです。でそこでヒゼキヤがですね、秘密裏にエジプトに助けを呼んだっていうのが書いてあるんですよ。でこれをですね、これもアッシリアにバレてですね、こう包囲された時にラブシャケっていう人がこうでっかい声で叫んでね、このエジプトに頼ってとかなんとかって、もうそこをこうちょっつつかれるわけですよ。もう悲惨ですね。でヒゼキヤはイザヤに言葉を送るんですけれども、お母さんだったらわかると思いますが、赤ちゃんが参道を通っているのに出ていかない状態ですって、こういうふうに表現したんです。いや、あれ、わかんない、僕わかんないから絶対ダメだ。相当痛いんだろうなっていうか、あれ、すぐ出ていくから何とかなるけど、出ていかなかったらやばいよね。そういう苦痛を話したんですね。でね、
この王は過ぎ去るってね、イザヤがね、言葉、予言の言葉を与えました。けれども、なんと、このセンナケリブっていうアシリアの王がね、手紙を送るんだよ、手紙を。で手紙ってね、俺たちはね、この地域をやっつけて、この彼らを拝んでる神様をやっつけて、この神もやっつけて、この神もかっつけてね、なんでエルサレムの神だけがね、やっつけることできるんだと。で、こういうふうな手紙を送ってきた。皆さん、そういうなんかメールとかさ、あと SNS でもいいんだけど、抽象的なさ、受け取ったことあります？皆さん。そういう手紙みたいな。ね。辛いよね！で、ね、ヒゼキは何したかっていうと、神様、読んでください！神様の宮の中に入って、手紙を開いて、すごいですね。ヒゼキヤは、そこで自己弁護することなく、そのまま神様に、その手紙を読んでもらう仕草をしたんですね。そして、彼らが言ってるのは正しいと。王様言ってるのは、やっつけて、でもそれは本物の神様じゃないから。あなたは天と地を作った全てのものの主であり、神であります。そしてね、もう全部打ち切りちがれて、神様にもう持ってった結果、その夜に主の使いがやってきて、15万人の軍隊が一夜にして死んでったんです。撃たれて死んだんです。でこういうふうに神を信じるというところが非常に大事になってくるんですね。でそれは自分にはできないことなんです。でここが大事ね。自分ができるかできないかという物差しを持ってっちゃダメなんですよ。神の物差しで信じていくんです。でもう一人はダビデを挙げたいと思います。少年ダビデの方ですね。この大人になってからじゃなくて、彼がゴリアテと戦った時に、まだ10代の少年ですよ。なんですけど、相手は2メートル何だろう、70センチくらいかな、わかんないけども、巨人で、重装備をしてですね、こうやってきたわけじゃないですか。で、ダビデが持ってたのは、投石袋って言って、この石投げのための袋のみで、で、そこの、この川のところにあるこの滑らかな石をですね、5つ取っただけだったんですよ。で、ダビデは自分とゴリアテが戦ってるっていうの見なかったんです。ゴリアテが主の名を罵ったっていうことに憤りを覚えたんです。神の名を罵ったっていうことに、そこに焦点を当て、神が怒っておられると。神が戦ってくださるということで戦ったんです。こう言ってます。第一サムエルの17章の45節から、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私をお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡されると。主がそうするっていうふうに言って、彼は立ち向かったわけなんです。ということで、信じる戦いですね、私たちの戦いは。信じてくれる人がなかなかいない時でも、それでも神をおられると信じていくことができるか。癒されない体がある時も、それでも神はここにおられて、そして、御心であれば癒してくださるというのを信じていくか。だから自分の目に見えている世界があるんだけど、そこに目に見えない神をお迎えしていくっていう作業が必要になってくるんですよ。で、そしてそれに基づいて動いていくんですね。これの連続です、クリスチャン生活は。普通の生活してると自分の可能性で全部物事測りますから。ではなくて、神の御心は何かということを求めて動いていく必要があるわけですね。そして大事なのは、まあ先ほども言いましたけども、自分がしもべに徹すること、主が言われたことを聞いていくということが大事になります。これをぜひぜひ覚えてください。ですか？で、
資格はないんですよ。ですか？ないことに気づくべきです。私はダメですって言ったら、あ、まだあるって思ってるのねって私は言い返します。ないのもう、もう言わないでっていうかさ、ないの。でもあるの。あれ？それ矛盾してるじゃん。ない、ある。今日本語間違ったこと言ってますね。どっちもそうなんです。そこでつながってるのが神の恵みなんです。自分にはないんです。神が与えるんです。ですね。これが同時進行なんですね。信仰にある勇気ある一歩を踏みましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてパウロが明確に教えて、この自分のことを分かち合っていく中で教えてくれました。あなたが教えてくださったものです。神様、今どうか聖霊によってこのまだ信仰の一歩を踏み出してない部分があるならば、踏み出すことができますようにお願いします。そして主よ、まだイエス様を自分の主であると口で言い表していない人がここにいらっしゃるのであれば、どうかこの世界というのはなんか自分の世界ではなくて神と共に歩む世界なんだ、イエス様という方がいらっしゃることによって自分が本当に孤独ではなく一人ではなく、もう本当永遠に生き共に生きることのできる作り主と天地万物を作られた神と共に生きる生活なんだということ、命なんだということを知ることができるよう、その信仰の一歩を踏み出させてくださいますようにお願いいたします。主を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
娘たち、あなたは父であられ、私たちは息子娘ですが、どうぞあなたのものとしてくださって、そして本当にあなたの御顔の輝きによって一人一人を栄光から栄光へとキリストの似姿へと変えるこの輝きを与えてくださいますようにお願いいたします。祝福してください。平安を与えてください。守っていてください。全てがあなたに栄光がいきますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。